真夏の新潟、外は猛暑となっていますが、ここ新潟市にあります MGC 三菱ガス化学アイスアリーナでは、ビンと冷えたアイスの上に中学生カーラーたちのやる気とそして元気がほとばしります。第2回全農全日本中学生カーリング選手権大会、いよいよこれから中学生日本一チームを決める決勝戦が行われます。 JA 全農はアスリートの活躍を日本の食で支えるをスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちまでを日本の食を通じて応援しています。おいしいです。おいしいです。おいしいです。優勝します。オウ。今大会の会場では出場チームが所属する都道府県産の商品や全農グループ商品などを揃えたもぐもぐブースを設け、試合前後の栄養補給をサポートしています。開会式前には2023年世界ジュニアカーリング選手権女子で準優勝を果たした日本代表のスキップ三浦結菜選手を講師に迎え、日常および大会期間中の食事内容やトレーニングなどについて自身の体験に基づいてお話しいただく講習会を実施しました。今大会の優勝チームには新潟県産米新之助 100kg、 新潟和牛もも焼肉用 5kg を贈呈します。その他にも参加賞で栄養ハンドブック新潟米オリジナルラップなどを贈呈します。先生、私たち中学生カーラーはカーリング精神にのっとり、日頃の練習の成果を十分に発揮し、仲間と協力し、最後まで戦い抜くことを誓います。令和5年7月29日、松原とは、中里もこ、中里あこ、高谷明宏、頑張ってください。さて、これから決勝戦が行われるわけなんですけれども、今回の大会8つのチームが出場しました。4つのチームで2つのグループに分けまして、それぞれでリーグ戦をまず予選として争いました。リーグ戦それぞれのグループでトップのチーム2チームがこれから行われる決勝戦に進むこととなっています。赤のストーンでプレーするのが東京都協会、そしてブルーのストーンでプレーするのが青森 CA。東京都協会と青森 CA、 この2チームで決勝戦を争います。さて、ここからは解説の方と共にお話を進めてまいりましょう。解説はこちらの方でございます。1998年の長野オリンピックカーリング競技日本代表として出場されました。今はカーリングプレーヤーとしても、奮闘するとともに、後進の指導にも当たっておられます大沢明美さんです。大沢さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。去年ね、この新潟で第1回を迎えまして、今回第2回ということなんですけれども、やっぱりちょっとこう気持ち的にもね、まあ、2回目にまた回ってきたなっていう感じしますよね。そうですね、第2回をこれ開催できることになって本当に嬉しく思っています。はい、去年に続いて場所はこの新潟、真夏の新潟ですから外今めちゃめちゃ暑いんですけれども、この季節にこのカーリングがまずできる、こういう時代になったということ、そして中学生たちの活躍の姿、いいですね、この季節にね。そうですね、この夏休みの期間に大会を開催するっていうことが、やっぱり意味があるのかなっていうふうに思いますね。はい、中学生のカーリング、もちろんそれぞれのタイミングでね、こう取り組みっていうのはあると思うんですけれども、何かこういうところにこう中学生の段階のカーリングで注目したらいいんじゃないかなみたいなことがありますか？そうですね、まずはこう難しいことを考えずに、純粋にカーリングを楽しんでほしいなっていうふうに思いますね。多分小学生の頃から、カーリングをやってきてる選手が多いんですけれども、今一番作戦とか技術とかっていうところを気になり始めてる頃なんじゃないかなっていうふうに思うんで、いろいろ悩んだりっていうこともあると思うんですよね。あるでしょうね、きっと。で、壁にぶち当たってるような選手も中にはいるかもしれないんですけれども、まずはカーリングを楽しんで、この試合をまずは
頑張るっていうのをしてもらえるといいかなっていうふうに思いますね。あれ今この配信はですね、多分の大人の方もご覧になってる、あとは中学生で今カーリング、あるいはあの小学生とか高校生の方もねご覧になってるかもしれません。あのお子さんでカーリングをやりの方もご覧になってるかもしれませんけれども、大人の立場から見ると、あの良くも悪くもいろんなことを重ねていくと、こうちょっと落ち着いてきちゃったりするところもあるじゃないですか、カーリング例えばプレーしていていろんなことも分かってくるというのもあります。ただまだ若いうちにこうできることっていうのもきっとそれとは別にあるんでしょうね、今のお話。そうですね、あのそれこそ友達同士でこう、はい、カーリングのチームを組んでっていうチームもあるかと思うので。なるほど、うん、大人では分からない、はい、あの昔はそうだったのかもしれないけれどもっていうところで、あの子どもたちの楽しみ方っていうのがあると思うんですよね。で、ま、悩んだりとかっていうのも若さの専売特許みたいなところありますよね。そうですね、悩むこととそれとは逆に勢いっていうものも子どもたちです、はいはい、うん、中学生は本当に怖いですからね、うん、今冒頭で私やる気と元気って申し上げたんですけど、まあ、これプラス勇気があるのもまた若さのいいところでもありますよね。そうですね、うん、あの本当に怖いもの知らずな子たちなので、いい意味でね、そうですね、うん、なので思い切ってやってくれるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ここまで結果を出してきて、まあ、いよいよ決勝という心持ちもね、おもんぱかられるところではあるんですけれども、そんな彼らのプレーぶり注目をしていくことにいたしましょう。あ、ご紹介しましたように赤のストーンでプレーをするのが東京都協会です。そしてブルーのストーンでプレーするのが青森 CA ということなんですけれども、まずそうですね、東京都協会、実はあの大沢さん普段からね、はい、あの彼らの姿はよく見て、まあ、指導されているということなので、そんな横浜も教えていただきたい、どんなチームということができますか。そうですね、あの彼ら練習の場所っていうのが専用リンクではないので。ああ、そうか、はい、恵まれた環境っていうふうには言えないんですけれども、その中でも、はい、あのひたむきにコツコツと、うん、やってるチームだなっていうふうに私自身もそう感じましたね。予選では2勝1敗という成績で、まあ、3チーム並んだんですけれども、もうカーリングご覧の皆さんよくご存じと思います、ね、DSC、ゲームの前に投げるストーンの、ね、が近いか遠いかというところの計測で、東京都協会見事決勝進出ということになりました。さあ、一方の青森 CA なんですけれども、予選リーグ3戦全勝で上がってきましてね、どうですか、プレーぶりなかなかのものとも見受けられますけれども。私も試合を見ていてとても安定しているなっていうふうに思いましたね。あの中学生と思えないぐらいの本当選手たちだなっていうふうに思いました、うん、あの彼らなりにこう経験を積んできて得たものがどうでしょう、現れてるっていうふうに見ていいですかね。はい、あの実は昨年と同じチームが、はいはい、出場してるんですね、うんうん、なのできっと去年の悔しさっていうのもあって、うん、はい、今年リベンジということで、かなり練習を積んできたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、去年は準優勝ですよね。チーム自体はこれ初めて知ったんですけども、もう小学校4年生から同じメンバーでということですから、これ相当長いですよね。かなりの、うん、長さで同じチームで活動しているっていうのは、はい、この年代にしては珍しいと思うんですよね。やっぱりそうですか、はい、うん、やっぱりまあ、中学に進む段階でメンバーが変わったりとか受験があったりとかっていうことも子どもたち考えられるので、同じチームでっていうのはなかなかないですよね。やっぱり自分のことを思い起こしても、この中学生の時なりにはいろんな人間関係とかもありますし、いろんなことを続けていくっていうこともある中で、こうカーリングをこの彼らでずっと続けてくるっていうこと、まあ、彼らの中にもこう、まあ、決意とまでは言わないですけれども、一つ思いはあるでしょうね、大きなね。きっとチームの中で目標っていうものも、うん、あ、目標必ず持ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。これやっぱり特に若いチーム重要ですか、今目標という言葉。はい、そうですね、目標があることで自分たちが何をしたらいいのかっていうのをきっと考えながら練習をしてくれていると
思いますね、はい。まあ、この大会での優勝というのも一つの大きな、ね、形の見える目標ではないかと思いますけれども、青森市へご紹介しました。東京都協会ですけれども、投げる順番に松浦麻里奈、中村柚月、竹地彩人、そして宮本充、リザーブで、北愛香、この5名のチームです。そして青森 CA ですけれども、三上博人、鹿野雄太、そしてもう一人、ね、字は違うんですけども同じ名前で三上博人、そして柳谷光成、この4人のチームでございます。あ、今挨拶をしてゲームがこれから始まるところです。どうやら青森 CA が先行、東京都協会が後攻と決まったようです。選手たちもかもしれませんけど、やっぱり決勝戦となると始まる前はドキドキしますね。そうですね、見てる方がドキドキしてしまいますね、はい。選手たちもきっとここを目指してきてるので、ようやくここに立てたっていう、はい、青森のチームは特にそうだと思うんですね。去年のこともありますから。なるほどなるほど、はい。見ている大人の方々はそのワクワクドキドキ感を、そしてあの若い、特にカーリングする、ね、若い皆さん方はそのドキドキ感を彼らとぜひとも共有しながらご覧いただきたいと思います。試合開始がコールされました。いよいよ始まります。第2回全農全日本中学生カーリング選手権大会決勝戦です。あ、まずはリードの三上博と青森 CA です。センターガードですね、しっかりと前に置いてきましたね、うん。またあのスキップのコールもキリリとしてますね。いい声がしてますね。なんかそれは昨日から思っていたんですけれども、はい、青森のチームはしっかりと声も出ててコミュニケーションも取るチームだなっていうふうに感じましたね。松浦麻里奈です。投げた後石を自ら追いかけていますけれども、東京都協会ガードの裏にドローを指示してましたけれども、ちょっと早いか。そうですね、ちょっと超えてきた。少しティーライン、ハウスを横に貫くラインの奥まで行きました。そうですね、本当はあのガードの裏にドローをしたかったんですけれども、ちょっと開いてしまいまして、見えている状態で、それに対して青森 CA の方は、ヒットロールを狙ってくるようです、うん。指示の声が響き渡る、当たらない。曲げたかったんですね。曲げたかったですね。曲げるスイープも本当にあの去年と比べると体格がかなり変わったんですね。身長も伸びたんだと思います。で、そのことによってスイーピング力っていうのが上がっていると思うので、その曲げのスイープというのが今、ありますけれども、しっかりと効いてるんじゃないかなっていうふうには思いますね。あのカーリングも技術革新ですね、あのずっとあって、ただその曲げるためのスイープっていう技術はその成人のカーリングであってもですね、まあ、そんなに昔のことで、最近そういうことをし始めた、すぐ吸収するんですね。そうですね、あの他のチームもやってるのは見られたんですけれども、はい、やっぱり体格の問題があって、小学生中学生っていう選手たちは、はい、あのまだ小さい状態の時に、スイープ力っていうのがちょっと弱いので、曲げの効果っていうのがあまり感じられないんですけれども、はい、ここまで、体が出来上がってきてると効果というのも期待できるんじゃないかなと思います。ヒットしてブルーのストーンが中に残りました。そういう意味で言いますとね、あの平均的な体格というのも時代に応じて変化していますから、あのこのカーリングでこうプレーするときにですね、あの頑張ってこう鍛えていくところとか、あと使い方みたいなことの指導も当然あるわけですよね、体の使い方。そうですね、あのどの筋肉を使うかっていうことも重要なんですけれども、はい、まずはあのバランスよく体幹
ていうところも鍛えるようなことを指導するようにしてますね。若いうちからそういったところ、まあ、指導を受けて鍛えていく、あるいは意識していくっていうことは重要なことになってきますか？はい、そうですね。あまり鍛えすぎてしまうのも、まだ体が出来上がってない状態だと、はい、あまりよろしくないのかなっていうふうに感じることもあるので、そこは、はい、成長段階見ながら指導していかなければいけないのかなというふうに思います。なるほど、なるほど。ですから若いカーラーの皆さんの立場に立つと、自分に合ったトレーニングをしっかりしていくということ、これ大事ですね。そうですね、はい、そういったことも必要になってきますね、うん。ハウスの中の応酬になってきましたけれども、よく狙ってきますね、これ両チームとも。そうですね、テイクもしっかりと決めてますけれども、やっぱりちょっと幅を取るのが、変わる幅が難しいのかなっていうふうに、はい、この氷を見ると思いますね、はい。今度はドローを、はい、指示しておりました、うん。ちょっと今投げた中村優月がね、心配そうにストーンの様子を見てましたけど、はい、しっかりとハウスの中に止まりましたね、うん。この全能全日本中学生カーリング選手権大会ですけれども、チームの中構成は、男子女子、これは問わないことになっております。ですから混成チームでもよし、もちろん男子だけ女子だけのチームでもよしということですね。そうですね、いろんなチームがいますね、うん。この東京のチームは、はい、混成なんですけれども、青森 CA は、はい、男子3人、男子4人、はい。このチームはきっとこのまま高校生大学生っていうふうに大人になっても、もしかするとこのチームで頑張っていくじゃないかなっていうふうに思いますよね。これ覚えておいた方がもしかしたらいいかもしれませんね。いいプレーをします。そうですね、皆さんに顔と名前を覚えておいてもらって、もしかするとこの未来のオリンピアンっていうことも、はい、考えられますよね。これはどのスポーツ競技でもそうなんですけれども、本当に若い選手たちの姿を見ていると夢がありますよね、そういう意味で。はい、今度は竹地彩人なんですけれども、東京都協会スイーパー2人が今履き始めました。今ハウスの中には赤のストーン、はい、東京都協会のストーンが入ってはいるんですけれども、はい、前にガードが2つあって、これ先行の青森 CA の方にも今チャンスが回ってきましたね、はい。ただ前を開けてきますか。前を開けてきますかね、幅を見ると、うん。ただちょっと先行なので、はい、どうするのかなっていうふうに思ったんですけれども、1枚外していきました、はい。察するに今大沢さんがおっしゃったもしかしてというのは、裏狙ってもいいんじゃないか。そうですね、うん。今選手たちは前を開くっていうことだったのかもしれないんですけれども、はい、せっかくのガードストーンなんで、その裏にドローするっていうこともいいのかなっていうふうに思いましたね。これは多分年を重ねた方ができるようになるんじゃないかと思うんですけれども、あといわゆる視野の広さ、はい、これポイントになりましょうかね。やはりそうですね、やっぱりナンバーワンのストーンをどうしても見てしまうっていうのは、はい、これ大人でもあることなんですよね、はいはい。ナンバーワンを、はい、どうしてもナンバーワンのものを取り除こうとしたりっていうことがあるんですけれども、はい、
そうじゃなく2手3手先のことを考えながら、うん、作戦を決めていくっていうのがカーリングの醍醐味だと思うんですよね。若い選手にとってはそのあたりも経験ということになりますか。はい、そうですね。そういったあの経験をして、引き出しをいっぱい持っておけば、うん、いつかその経験が役に立つということにつながるんじゃないかなと思います。これ中学生としての最高の舞台ですから、これその経験としてはいいですね。そうですね。この決勝の舞台というのが、はい、次につながるものになればいいなと思います、うん、はい。さあ、あと2投ずつ先に柳谷高生、青森 CA です。ハウスの中のストーンが見えていたので直接狙っていきましたね、うん、どうでしょう、通じて考えると青森 CA 1手ずつ払っていくことを優先していましたか。そうですね、あの確実にっていうのは、違う、予選から見ていたときに思ってたんですけれども、はいはい、テイクショットの技術っていうのがとても高いなっていうふうに思ったんで、うん、しっかりとこうテイクができて、はい、クリーンな試合をしてるなっていうふうに思ったのがこのチームですね。なるほど。東京都協会は宮本道琉、まだ石は2つあります。まだ前に石が、あのサイドの部分にガードとなる石もありますので、はいはい、そこの裏を狙ってドローをしていきますね、うん、曲がってくる曲がってくる、少し奥になりましたが曲がってきた。この位置どうですか。ナイスショットですね。でもまだ見えているので、はい、これを青森は、打ってきますね、うん、あと1投ずつです。ピールでもいいよという声が聞こえました。そうですね、あの前にストーンがあるので、はい、無理をせず、まずは相手の意思を出すことっていうことが大事ですね、うん、その優先順位を確し、確認したと。そうです、この一言が大事なんですよね。ピールでもいいよっていうふうになれば、あのこう難しいショットにならず、はい、もうちょっと気楽に投げられると。なるほど、うん、ナイスショットですね。まさにピールでもいいからこれでと。そうですね、うん、はい、これ前に当たるよりは本当にピールの方がいいので、しっかりとそういうところもきっと学んできてるんだなっていうふうに思います。あ、こういうところはなんかこうプレーぶりとして参考になりますね。それがしっかりできてるってことですよね。はい、きっとチームの中でもそういったことは通常あのいつもの練習の時に話をしてるんじゃないかなって、はい、その普段から話をしておくことがとても大事なんですかね。そうですね、そういったところで、やっぱり実力の差っていうのはどんどん変わっていくんですよ、はい、そんなもんですか。ちょっとだけなんですけれども、はい、その積み重ねが大きくなっていきますね。大人に、例えば大人になった時にそれが影響してきたりします。もしかすると青森 CA はやはり長くこのメンバーで続けている理もあるのかもしれませんね、うん、はい、そういったことも関係しているかもしれないですね。東京都協会ラストのストーンですけれども、あ、出ました、奥に出ていきました。ちょっと長かったですね。今1点取りに行ったんですね。そうですね、うんうん、はい、結果的には石が止まりませんでしたのでブランクエンドになりました。点が入りませんでした。この後同じく第2エンド、赤のストーンの東京都協会が後攻です。ま、とはいえもう一回後攻ですよ。そうなんです、ね、あの選手の気持ちをこう代弁すると、はい、きっと代弁すると、はい、これもう普段からあの、ね、指導されてますね。代弁すると多分こうだろうという、はい、そうなんですよ。あの通常であればスルーを選択すると思うんですけれども、レートがまだつかめてないっていうこともあって、まず
には一投決めたいなっていう気持ちで多分最後のショットをドローに行ったんじゃないかなと思いますね。オフライン越えなかったですね今のショット。しかもそうですね、今指摘がありましたけれども石の色が違いました、赤のストーンを投げてしまいましたけど、はい、これ大人でもあることなんですよ、はい、これはあのそれこそ大きな大会、はい、成人の大会をご覧になった方でもそれあったあったあの選手がと思い出す方もいらっしゃると思いますけれども、これはどうなりますか。これは、はい、あの石の石を取り替えるだけで交換するだけで、はい、そのまま使うようになります、はい、あとは間違えたので一言ごめんなさいと言えば、はい、そうですね、これで思う終了ということですね、はい、これ世界の大会でもあることなんですよね、はい、多分いくつかテレビで見たのを記憶してるありますね、はい、ところもあると思いますけれども、これ私もやったことがあるんですけれども、でも確かに思うんですよ、これ一生懸命やってるとどっちがどっちっていうことよりも次の作戦とかも考えてますよね、はい、どう投げようかとか。そうなんです、それもリードの場合に結構あることなんですよ、はい、あ、そうなんですか、リードの1投目に違う石を投げてしまう、はい、あ、どういうことなんだろう、まだ流れがそのエンドの流れがなくて石もまだどこにもなくて最初の1投だから、そうですね、エンドの最初でどっちっていうのが分からなくなってしまう、はいはい、っていう言い訳のように話してしまいますけれども私もリードだったので、はい、リードの三上博人、1投目がちょっと短かったんですけれども2投目はどうでしょうか。中に入っていきます、はい、ナイスショットですね、うん、まあ、東京都協会投げ手の側でね、でこれこう今考えてますけど話をしながら、細かいですけれどもあの辺のやり取りも大事なんでしょ、きっと。そうですね、やっぱりそういったコミュニケーションというのも大事になってきますね、うん、投げた松浦麻里奈も石を追いかけていきます。あ、ちょっとスイーパーが何もできませんでした。強いようです。そうですね、ちょっとまだウエイトを掴んでないような感じですね。あの、考えてみますとこれ6エンドでしかも決着がつくわけでしょ、はい、ある意味あの成人の10エンドまであるのよりも掴むっていうことですか、早く掴まないと。そうですね、早く掴んでそれも早い段階に点を取っていくっていうことも大事になってきますよね。エンドの組み立てって10エンドで、はい、あのトップ選手たちは組んでいるんですけれども、はい、逆に6エンドでやらせてみると難しいって本人たち言うと思うんですよね、はい、もうまた2エンドなんですけども、といえども彼らももう決めたいところですもんね、これ。そうですね、点数をどんどん取りに行きたいなっていうふうに思っていると思いますね、うん、これ1エンド目見ててもらって、はいはい、若干感じるところはあると思うんですけれども、うん、チームとしてそれぞれ、ちょっと違うところがあるんですね、はい、あの青森 CA はフェイクショットがとても上手で、好んでやっているんじゃないかなっていうふうに思うんですね。得意なショットなんじゃないかなっていうふうに思うんです、はい、で逆に東京都協会の方はフェイクではなくドローショットを選択するっていう、まあ、もちろん先行後攻っていうのもあるんですけれども、はい、そういったちょっとチームの特徴っていうのが分かれているのかなっていうふうに感じますね。
青森 CA セカンドは加野雄太です。前を指示してますね。そうですね、あの自分たちのストーンがハウスの中に入っているので、はい、ガードを置いてきましたね、はい、先に中に入って後から守るという感じですね、はい、しっかりと隠れてますね。この青森 CA はウエイトジャッジもとても上手なんですよね、はい、しっかりとコミュニケーションをとって力強いスイーピングをしているっていうところがいいところだなっていうふうに思います、うん、まあ、一口にコミュニケーション、まあ、仮に見て楽しむ方にも耳に馴染んできた言葉だとは思われますが、普段の人間関係を考えたらそんな簡単なことじゃないですよね。そうですね、これはあの皆さんに言えることなんですけれども、はいはい、コミュニケーションを取るの難しいだろうなっていうふうに思うんですが、ーカーリングの中でもやっぱりコミュニケーションというのはすごい重要ですね。どうなんですか、そのコミュニケーションを何か培うチームとして方法があるとして、何か進められる方法みたいなのがあるんですか。そうですね、特に若いからの皆さん、あの私がこのチームに対して、はい、この選手たちに対していつも言っていることは、そのコミュニケーションを取りなさいというのは確かに言うんですけれども、はい、あのまずは声に出すこと、しっかりと伝えるのはこう声を出さない限り伝わらないので、声を出すってうなずくだけではなく声を出しなさいということは、話してますね。コミュニケーションって何か難しい、具体的にどうしていいんだろうというふうに思うところもありそうですが、何しろまず思ったことを口から言葉として出してみる、はい、これは心がければできそうですかね。そうですね、うん、声を出すっていうことを心がけていればいいのかなっていう、その声を出すのもやっぱり勇気がいることもありますよね。あ、なんかわかります、うん、というところも。なので大人だと選択してちょっとこう黙ってしまうっていうシーンが日常生活もあるじゃないですか、はい、で子どもたちの中でもそういったことはやっぱりあると思うんですよね、うん、あとは、ちょっとこう恥ずかしがったりとかっていうので、はい、声を出せなかったりっていうこともあったりするので、ちょっと形が変わっただけ。これ今若いカーラーの皆さんご覧になっていると、そこあるって思われた方多いんじゃないですかね。ちょっと躊躇してしまう、うんうんうん、でもそこは勇気を持ってやっぱり何かを変えていかなきゃいけないので、あ、そこ頑張るところなんですね。そうですね、あの一歩踏み出すというか、はい、前に前進するためにも声を出すとか、行動に起こすっていうのが大事なのかなっていうふうに思います、うん。青森 CA サードの三上弘人、あ、上着を脱いで、はいはい、曲がってきます、うん、しっかりと、ガードとして、はい、いい石を置いてきましたね、うん、あ、東京都協会は、そうですね、この状態だともう前を開けて、ね、うん、開いていくっていうことを選択してますね、はい、竹千彩と東京都協会、さ、前が綺麗になりますか。イエスがかかりましたが、うん、ちょっと自分の意思が残ってしまいましたね、はい、あの開けることができずに、うん、ただ次使うことっていうのもできますよね、はい、で青森の方は、あの赤の石、嫌な石だと思うんですよ。ほう、いつか使われるんじゃないかっていうふうに思うので、うん、使われるっていうのは後ろへ飛ばすっていう意味ですか。そうですね、飛ばすこともできるし、うん、あの赤をこう押す、あ、飛ばすまでいかなくても、うん、と押し入れる、そうですね、はい、っていうこともできますし、
あ、相談してますね。でももっと攻撃的に行こうかなっていうので、今、ガードの裏にもう一つドローを入れてくるっていうことを選択したようですね。あ、従いまして端に構えましたね、これあのハズマはね。そうですね、前結構ゴロゴロしてるのでその間を通すっていう選択ですね、はい、あそこを狙ってこれ曲がってくるんですか。はい、そうですね、間を通って、センターの方にドローを狙っていると、うん、でどのぐらい曲がるかっていうのが重要ですね。ちょっとこのコース使ってないような気がするんで、はい、うん、あまり外になると登ってこないっていうこともあるんですけれども、あ、しっかりと曲がって、入って持っていく、入って持っていく、間に来るか、あとは距離、短かったですね、はい、やっぱり使ってなかったっていうこともあってちょっと氷が重いっていうのもあったんじゃないかなっていうふうに思います。重いというのとストーンが進みづらいという感じですね。はい、ちょっとあの湿ってるというか、はいはい、あの白いのが見えると思うんですけれども、そこの部分を走っていたので、止まってしまったっていうような感じですね、はいはい、出ました、湿ってるはカーリング用語ですけれども要するに霜がおそらくついてるんですね、よく実際におそらく。そうです、氷の上に、はい、ついてますね。おそらく空気中の水蒸気とか、あ、そういったものが氷で冷やされてつくんでしょうけれども、使ってないところは前進みづらく、ストーンが進みづらくなる、はい、そういったところを通ると、うん、やっぱり、途中で止まってしまうっていうことが起きますね。頑張って吐きましたね、しかしね、今最後までね、うん、青森のスイープは本当に力強いですね、うん。さあ、東京都協会です。宮本みちる、いやいや、東京都協会は負けてません。これ女子2人のスイーパーになるんですけども、頑張って履きますね、彼女たちも。そうなんです、これ自宅でもあのスイーピングの練習をしてるっていうのを前に聞いたことがあるので、はいはい、え、どうやるんですか。あ、氷の上ではないんですけれども、はい、あの家の中でこう、うん、下にツルツルのなんかシートを引いて、スイーピングのトレーニングをするっていうのを。ですから同じような格好でとにかくこう力を入れて、ね、はい、あのよく聞くのはそのゴシゴシっていうイメージというのは、あの姿勢を保つのも難しいらしいですね。あ、そうですね、ちょっと 腰の位置っていうのも大事になってきますけれども、はい、そういった形をこう作ったりということでも、これの上だけではなくって床の上で練習っていうのはできるので、はい、そういうこともやってますね、うん。松浦と中村ですけれどもね、この2人のスイープ、まあ、この後もそのシーン見られると思いますが、さて柳谷光成、このエンドの青森市へ最後のストーンです。前にガードですね。そうですね、はい、惜しい、これは届かない。もう最後とうとう頑張って言ってましたからねそうですね、でもその声かけが、はい、一つ声かけることで最後の力が出るんですよね。まあ、仮にあの見て楽しむ方もあのめちゃめちゃメンバーがとにかく叫ぶ、はい、あのシーンって印象に残っていると思うんですが、大事なことなんですね、これ。そうですね、このその声だけで力がどんどん出てく、湧いてくるんで奮い立つという、はい、うん。さて、いよいよこのエンドの最後のストーン、東京都協会ですけれども、ブラシがですね、こう前の方の石の横に置かれまして、前にゴロゴロしてますからね。してますね。ただ自分たち の、はい、あの使える石っていうのがしっかりと2つあるので、うん、ハウスの前の方に止まってるストーンを押す、はい、もしくはセンター横のストーンを押すのかなっていうふうに思います、うん。さあ、宮本内浦が投げたストーン、はい、もう追いかけていくだけでスイーパーしません。当たって、うん、
ちょっと角度が合わなかった。青1点です。第2エンド、青森 CA が1点を取りました。1対0、この後第3エンドへと進んでいきます。そのひらめき、やりたてきな時、きらめき共存、みんなできる都市と農村、富と王存じゃない共存、だってライフゴーゾーン、ワンマンじゃねえ、身も蓋も持続可能な理念の RD、 セントワークパートランプ、丸まであと何分、いやまさねダメ、君もパートナーシップ、全てが当たり前だと思うな、大人ともなれば責任が伴う、作る人、使う人、売る人、買う人をつなぐ人、巡る恵み、誰もかけずに孤立させずに、届けるエネルギー、共に生きるこの土地で、つなぐ未来を担う者として、地域と密着問われる品格、フリーアース、持続可能なアクション、ここがジャンクション、フードバンクとみんなの居場所をずっと持つ、フードロスなんて家のグッドジョブ、資源を次の次元にイノベーション、命の鎖と伝統、繋いでいく JA ゼノー。青森 CA が最初に入った石を結局守りきったということになりますか。はい、そうですね。早い段階に入った石でしたよね。しっかりと早い段階でハウスに入れることによって、こう自分たちがガイドをし、相手にさせるという、誘うような、そんなシチュエーションになってましたよね。引き続き青森 CA が先行です。中へ入ります。どちらのチームもそうなんですけれども、石投げた後投げてもしっかり一緒に追いかけていきますね。そうですね、はい、自分でウエイトを見るっていうことも、しっかりとできていますね。今投げたストーンがどれほどのものだったのかというのを確認を自分でもするということですか。そうですね、はい、まだウエイトジャッジが完璧な状態ではない選手たちなので、はい、なので後ろをついていくことによって、ウエイトを見る選手が3人になるわけですよね、でみんなでこう力を合わせて、その石をいいところに持っていこうっていうこともできるかなというふうに思っています。これ中学生あるいは小学生のカラーの皆さんご覧になってたら、こういうところは参考にしてもいいところかもしれませんね。そうですね、ついていくことが悪いことではないんですけれども、できればウエイトジャッジはする、はい、だけど足りないからって言ってスイープに間に入るっていうのは、そこはあまりしない方がいいのかなっていうふうに思いますね。ですから一緒までついていくことの大切さは、そのスイープンではなくって、きちんとそのウエイトを確認する、しかも1人多く3人で確認する。そうです、スイープのためじゃないっていうことですね。目的意識を持ってプレーする、おそらくいろんなプレーをこう、盗むという形しますが、真似しようと多いのすごく大事なことだと思うんですが、それも意識を持ってやらないといけないわけですね。そうですね、全てなんか理由があってやることだと思っているので、はい、そういったことを理解しながら、これは何のためにやってるのかっていうのを考えてもらえたらなっていうふうに、はい、これを見てもらってる他の中学生の選手たちにも実践してもらいたいなと思います、はい、中学生の皆さんはここのステージに上がるために、次は、そして小学生の皆さんは次必ず中学生になるので、このステージを目指すためにということになりますね。そうですね、ここで戦うために、はい、日々努力をして、頑張ってほしいと思いますね、今度は鹿野雄太、遠くで石の行方を見ています。ストーンは中へ、赤のストーンを打ち出した、打ち出していきました。
この今鹿野選手が、はい、遠くから投げたところから見ていたついていかずにっていうことですよね、はい、うん、これはウエイトっていうことではなくてラインをしっかり見る、今度はライン、はい、今度は強さではなく、そうですね、なんていうの、左右ですか、今度は幅っていうか、どう曲がっていくか、どういう軌道を描いていくか、そうですね、あのスキップがすることの、はい、サブ的な感じですよね、逆側から見て、サポートをする、うんうん、お互いに、でそこも一人増えるんですよね、ラインを見る選手というのが、そういうことがしっかりとできてましたね。必要に応じてそこは使い分けるんでしょうね、はい、残念ながら赤のストーンは今入りませんでした。ウェイトが大事なんでついていったってことなんですかね。そうですね、先ほどはラインが大事だった、はい、どのショットをするときに、はい、でもあの何が大事なのかっていう優先順位があるので、うん、そこはしっかりと考えながらこの選手たちはやっているなっていうふうに思いますよね。今カノの2投を見ていたらそれぞれ分かりました。しかもだからストーンの目的が違うからすることも異なってくると、はい、残念ながらウェイトは合わずにストーンは外で出ていきましたけれども、また次の糧になりますね。ですからね、そうですね。さあ東京都協会、ちょうど今着目してるからなんですけど、投げた中村優月が心配そうにずっと見てるんですよね。そうですね、遠くの方から見てますね。遠くの方から見てますね。はい、今度は2つのストーンが中に並ぶようになりました。3.8 であるか、はい、今度は2つ並んでいるので、はい、まあ、後ろに自分の石があったりっていうことがないので、そのままテイクで、はい、出そうという指示ですね、うん、今サードの三上弘斗が投げ手の側に戻ってまた二人と話しましたね。そうですね、あの当てた後どこに置くかっていう確認をしてたんじゃないかなっていうふうに思います。この場所に留めたいのか、それともちょっとロールさせて、はい、サイドの方に持っていきたいとか、うん、センターの方にっていう確認だと思います。うまく赤を出しました、はい、今のショットがこうピールになったので、はい、青の石一投だけ残ってる状態ですね、どうしますかね。ブラシはそのストーンのそばに構えられましたね。そうですね、東京都協会テイクの、はい、指示ですね、うん、イエスのコール当たったとその場に止まりました、うん、ナイスショットです。このままこう石を叩き合って出し合ってっていうことをしていくと、はい、ブランク、もしくはブランクできなかったらこう1点取らされるというような感じですよね、はい、ただこれ6エンドなので取らされると言ってももうもしかするとどんどん1点を取っていった方が1点であってもいいのかもしれないですよね、はい。先ほど1エンドも、まあ、ブランク0点になりましたけれども取りに行ってましたよね。そうですね、残りエンドが本当少ないので、はい、もうスタートしたばっかりなのに残りエンドですよね。そうですね。あ、青の石もしっかりと自分を残していきました、はい、これ残すことが重要ですね。で少しずつ場所を変えて、はい、置くと相手に
よりプレッシャーのかかるショットになるんじゃないかなっていうので少しずつ外に動いていってますよね。今テイクの指示だったんですけれども、はい、投げ手の武智ですね、武智選手から、はい、ドローの方がいいんじゃないかっていうような話だったのかなっていうふうに思いますね。センター側から投げましたね。ちょっと早いようですね。うん、ちょっと止まれませんでした。先ほどどうでしょう、久しぶりに、ね、赤のストーンがあのハウスの中にしっかり一つ残りましたんでね、この形したいですよね、はい、本当であればそうしたかったんですけどね。で今同じそのサードの武智選手の、はい、ショット1投目でテイクをして、うん、同じようなところにまた青森市営のストーンがあった、はい、でもそれに対して今度はドローに行ったんですけれども、うん、はい、これ、見てる選手たち知っておいてほしいんですけれども、できるだけ自分たちは簡単なショットを選択するという意味では同じショットを選んだ方がいいんですね。あ、テイクの後のドローというのはやっぱりつかみづらい、スピード感覚がやっぱり速いのを投げているので、今度ゆっくりの止めるショットというのは難しくなる、という意味では同じショットを選択した方がいいと思います、はい、こういう時は。なるほど、いろんなことを考える、これもちろんありなんですけれども、その中でも実はシンプルな方が正解っていうこともまあまああるんですかね。そうですね、はい、自分たちは簡単なショットをして、はいはい、で相手には難しいショットをさせるっていう、このセオリー的なものがありまして、はい、うん、そういった意味では難しくさせるために何をしたらいいのかっていうところに行き着くんですよね。前に青のガードが一つできましたね。これはまた状況ちょっと変わってきますか。そうですね、見えてはいるんですけれども、はい、やっぱりプレッシャーになりますよね。あの石に当てちゃいけないなっていうふうに思ってしまうので、はい、うんうん、宮本が今作戦を決めて投げ手の側に向かいました、はい、これも青の前に置くようなドローショットを選択しているようですね、はい、うんうん、おそれもまだやってないですから、ちょっといろんなこと考えたりしないといけないんですか。そうですね、さっきのショットセンター側からドローに行って、はい、ちょっとこう早くてスルーしてしまったんですけれども、うん、どのぐらい曲がるかっていうのがここで大事ですね、うん、ちょっと今ウォーかかってるんで、はい、曲がってくればなんですか。そうですね、あとは速さが、はい、ウェイトはすごい良かったんですけれどもね、ちょっと曲がりが少なかった、うん、もしくはちょっと外に投げたのかもしれないです。というなんかこう指導者目線で話してしまうんで、なんかこう、外に出てたんじゃないかぐらいな感じで見てしまうんですけれども、ただやはりその一投一投のプレーにこう意味がある、あるいはその彼らがどんなことをイメージしているのかっていうのをこう思い描きながら見るのが興味深いですね。実に、そうですね、指導者目線というよりも多分こうなんだろうな、なるほどそうなのかっていうところがあります。カーリングを見てる皆さんってやっぱり自分で考えながら見てるじゃないですか、はい、予測しながら、赤だけ出した、お、ナイスショットです。またそれがカーリングの面白いところでもありますよね。そうですね、自分ならこうする、はい、皆さんおそらくカーリングされる方が今ご覧になったらそれもされてると思いますけど、これを中学生の皆さんも考えながらやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、次はどうしよう、はい、どうするのが一番うまくいくんだろう。
これをチームで見てるとよりいいですよね、はい、おなるほど自分たちのチームではじゃあこういう選択をするよねっていうことを話しながら見てもらいたいなと思います、うん、でそこでまた議論が生まれちゃったりしましたねそうですね、はいはい、さ最後の1投です赤東京都協会もう打ってきますね。そうですね、テイクで。ウォーに勝った。おー、欲しい。うん。自分の石が外へ出てきました。青2点です。青森 CA 2点追加、3対0となりました。この後第4エンドへ進みます東京都協会ちょっとこれ正念場ですねそうですね、うんはい、ここからちょっと頑張ってほしいなって思いますこういう時にまず、まあ、東京都協会の彼らはどんな風に考えがちなというのありますかそうですねまずは、しっかりとウェイトつかもうっていうことは考えてると思います、うんうん、頑張ろうっていうと、うん、なんか落ち込むことはせずはい1点確実に取っていこうっていうような気持ちでいるんじゃないかなっていうふうに思いますカーリングって落ち込まないこと大事なんでしょそうですねポジティブにいつでもポジティブに考えるっていうことが大事ですね、はい、カーリングって、はい投げる人っていうのがはっきりしているので、ええその人がもしミスショットをしてしまったっていうときはその人のせいだけっていうふうに思われる人もいるかもしれないんですけれども実はこれは違って、投げ手は今の映像でいけば、はい、ここまでしか関与できないですよねストーンに今手を離すところまで、はい、でストーンその後っていうのはスイーパー2人が、はい吐いたり吐かなかったりっていうことでショットを 100% 決められるかもしくは 0% にするかっていうのが変わってきますよねなので一人のミスではなくチームのミスっていうふうに考えて逆にいいショットの時は一人のおかげではなくチームのこうナイスショットだっていうふうに考えてもらいたいなっていうふうに思いますどうしてもその投げ手っていうのがありますそこに着目しがちこれプレーされる方も見る側もそうだと思うんですけれどもこれが4人っていうふうに思えるようになってくると違うでしょうね見えてくるものが違ってくるでしょう ねみんなのっていう、はい、今どうですかですから青森 CA はそれがちゃんとこう実現できていると言えますかそうですねスイーパーがとてもいい、はい、スイーピングをコールをしたりっていうこともしてますし、はいショットをつないでいってるんじゃないかなっていうふうに思います、うんただここは中に赤東京都協会のストーンが1個残りました やっていく、うん、ちょっと長いか長そうですねもうちょっと長い前だったんですよね、そうですね、狙いをね、はい、難しいしかしポジティブはい、なんかこれも、はい、今のは長かったから次の時はもうちょっと弱めにしようっていうふうに考えれば、うん、次につながりますよねやっぱり失敗から学ぶこともたくさんあるんで、はいさ逆に青森 CA ここは相手のチャンスの目を積んでおきたいところヒットロールを選択してますねしっかりと相手の石を出して、はいガードの裏に隠そうというまずは赤に当たるあ当たらないあカスタだけ難しいもんですね難しいですね、うん、難しいもんですね、はい
でもこういう時でも、はい、選手たちの顔を見てると、うん、本当になんか下を向いてるわけではなく、よし次々っていうような顔をしてるなっていう風に見えますね。日常生活も大事なんですよ、下向かないっていうのはね。そうですね、ちゃんと前、もしくは何だったら上を見てるという、上を見て、そうです、はい、赤東京都協会、また中村が心配そうに見ていますが、今度は前になりそう。あとは止まる位置どうですか、この前ですけど。そうですね、ハウスもうちょっと近くに、もしくはハウスにかけたかった感じですね、うん、ただ次に押したりっていうことができるので、はい、使える石だなと思います。中の石を弾いた、うん、奥の石をもろともに出していきました。ナイスショットです。しっかりとワンツーと取ってますね、うん、あーリードの三上博人がちょっと嬉しそうですね。ニコッとしてますね、はい、1シートが空いている状態で、はい、2シートだけなんですけれども、予選の時のように3シートの時よりも声がしっかり出ているような感じがします、はい、選手たちが。これ今ご覧いただいているのは決勝戦、そして予選の2位同士で行っている順位決定戦、この2つが行われているんですが、まあ、成績が良かったチームどうでしょう、共通してそういう面があるっていうふうに言えますか、これ。そうですね、やっぱりそのコミュニケーションだけじゃなくてウェイトジャッジとかの声の大きさ、はい、その声のかけ方の数が多いチームっていうのは、うん、やっぱりいい成績を残すっていうのにつながっているのかもしれないですね。まあ、あえて私たちアナウンサーの発声練習をするわけではないでしょうけれども、しっかり伝わるっていう意味ではこれおそらく河原の皆さん意識されてるんですよね。はい、そうですね、やっぱり声が小さいよりも大きい方が、はい、気合も入りますしね。あ、気合、うん、またその気持ち相手に伝わるという部分でも非常に効果があるんだと思いますが、中当たって今度はずれていく、ずれていく、止まった位置、うん、ナイスショットです。逆側から見えているんですけれども、はい、丸々見えているわけでは、丸々見えてますね、見えてても前の石っていうのが結構プレッシャーになっているんだと思うので、はい、いや今のナイスショットですね。さあ今度は赤、東京都協会、ロールした石に向かって投げていますね。ちょっと上とあるよっていう声が聞こえたんですが、なので横過ぎてきました。難しいですね。そうです、そして下を向かないことです、大事なのはね、はい、そうです。今せっかくこういう大会ですし、まあ、今お話もあったんで本当に選手の様子をこう中心にストーンもそうなんですけれども、まあ、見てるんですけれども、本当にそれぞれですね、みんなどうだろう、やっぱり若い時っていろんな気持ちがこう現れるっていう面もありますか。ありますね、このチームもそうなんですけど、はい、東京都協会のチームもそうなんですけれども、はいはい、やっぱり何年か前は、うん、失敗をした時とかうまくいかない時っていうのはイライラしたり、イライラ、落ち込んでしまったりっていうのが、はい、結構全員に見られてたんですね。なんですがやっぱりそれじゃ勝つことができないっていうふうなのは、
けれど、選手たちも気づいたんだと思うんですよね。そういうメンタルのコントロールっていうのはやっぱり重要なのかなっていう。とにかく前向きな方向へ、はい、ポジティブな方向へ。それでなおかついい時は、はい、それを保てるようにするためにコントロールができなければいけないんですよね。むしろその時の方が平常心を保つっていうのが難しくなってくるのかなと思います。あ、むしろね、平常心でいられなくなる。そうですね。これは今カリブ市内見て楽しむ方も胸に手を当てると心当たりがあると思いますけれども必ずね。青に絡めなかった。ちょっとだったんですけどもね。そうですね、逆サイドから来たんですけれども、うん、ここもちょっと外側通って、はい、少し長かったっていうようなショットですね、うん。まあ、前の石に当たってもいいから、はい、もうちょっとこう狭めに考えてショットを選択してもいいのかもしれないですよね。で、青森の方は、はい、今結構いい感じでプレッシャーを与える状態になっているので、はい、より難しくさせるために前にガードを置いてきますね、うん。できれば半分くらいハウスの中にかけたいですね、はい。今、柳谷高生とサードの三上博人がバイスで、ね、ハウスの前に立ちますので相談をして、そして柳谷が投げての側にやってきました。しっかりとハックにつくところで、はい、両スイーパーが話をして、うん、きっと作戦のこともそうだし、うん、ウェイトの確認っていう速さの確認ですねっていうのもできてると思います。確かにこれ青森 CA は本当によく話してますね。してますね。それも真横に立って話をしてるんですよね、近いところで、うんうんうん。あ、近いところで、これも心がけの一つなんでしょうかね。そうですね、はい、こういったところもしっかりと青森はできているなっていうふうに思います、うん。中へ自分の石に絡んで止まりました。そうですね、指示とはちょっとそれよりも長くなっては したんですけれども、悪くはないですが、少し東京都協会の方にチャンスが出てきたのかなっていうふうに、はい。まあ、今考えてるんですけれども、うん、東京都協会の竹地と宮本、これから投げるのはもう宮本です。あと2投、うん、どんなことを考えているかなんですが、はい、前の赤を使う、はいはい、方法、もしくは今ちょっと分からなかったんですけど、ええ、青をハウスに入ってる、はい、青をヒットしてロールさせようという、ええ、ちょっとそれ難しいんじゃないかなっていうふうに思ったんですが今完全に指導者の口調になってましたそれ難しいんじゃないかな、見てる皆さん方もそうですね、あと同年代のカーラーの方もそうです、それ難しいんじゃねになってるかどうか、はい、自分たちだったらどうやって投げるかなって、うんうん、これ難しいからじゃあ前を押した方がいいんじゃないかとかっていうふうに思ってる人いるんじゃないかなと思うんですよ、はい。これ実践の中のシーンだから、これ本当にいい、なんて言いますか、勉強材料にはなりますよね。さて相談して狙いを定めて石が向かっていく。少し吐きながら、少し吐きながら中に、うん、絡まない、うん。このエンドはやっぱりドローを選択したり、はい、テイクを選択したりっていうのもそうなんですけれども、はい、スルーをすることが多いですよね。そうですね、はい、でこれがもし前に当たってるとかっていうことであれば空いていく、前が空いていくっていう、メリットもあるんですけれども、なんて言いますか、こう失敗の方向性と言いますか。そうですね、失敗するにしても、はい、これならいいよねっていうのがあると思うんですよね。後ろもスルーして何もないよりは、
失敗なんだけど前に当たって何かが起きた方がとか、そうですね、そういうことですか、はい、失敗するならこっちがいい、はいはい、これは絶対避けたいねっていうのが今の段階だと、スルーだったんだと思います。これトップ選手もそうなんですけれども、やっぱり当てるなら失敗するならこっちだっていう、これはダメだよねって。聞いたことありますよ、それ、はい、テレビで見てて、前でもいいよ、あ、そうです、ね、当たってもいいよ、はい、あ、さっきありましたね、ピールでもいいから、そうですね、序盤にありましたね、はい、青森 CA の方でありましたよね、何々でもいいから、うん、これ大事ですか。そうですね、 B プラン C プランで、うんうん、でも一番やっちゃいけないのがこれだっていうのを理解しておくっていうのが大事ですね。いや、そういう話はですね、我々見て楽しむカーリングファンにとっても、成人の、ね、大きな大会を見るときにそこ着目するのが大事ですね。そうすると、はい、そのでもいいよで何を言ってるか、うんうん、結構そのやり取りが選手たちマイクをつけてるので、はい、聞くことができると思いますね。そろそろカーリング場に、ね、皆さんお越しになって、今回の新潟もそうなんですけれども、カーリング場で、ね、皆さんご覧になっていると聞こえるんですよね、生の声が響き渡るんですよね。そういう季節も、ね、もう近づいているので、はい、その時に注目していただきたいと思います。そうです。さて、赤、東京都協会最後の一投、さっきと同じようなショットを選択しているんですが、幅をちょっと狭くしたような感じです、はい、うん、今度は後ろに絡む、当たって少しずれていく、どっちだ、おナンバーワンか、ナイスショットです、取ったようです、はい、いや、ついに取りましたね、ついに、はい、よかったですね。いや、今のすごく、うん、はい、危ないショットだったというか、今ピールしてたら、青森の方が大量だ、そうですね、複数点取るような感じになってたので、はい、しっかりと東京都協会の方決めたのは良かったですよね。その前に、まあ、おっしゃった失敗があったのは、その反省は生きてましたか。そうですね、幅を少し狭くしたと思うので、はい、うん、そういったところはちゃんと修正できていたのかなっていうふうに思います。はい、第4エンドが終わりました。3対1、今度は青森 CA が後攻で第5エンドです。ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワン、分かってるはずさ、守るもんは大地の恵みを育て、自ら分け合う人類のあるべき姿の象徴的な共同組合、の共がないと共存できない、テリトリー奪うより手を取り歌う、ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワン、えい、なくならない格差社会、弱者に拍車、泣くなやばい、大気圏の中にある大自然、助け合わなきゃ絶対危険、数字の通った吹きと伝統、と守るうちの弁当、いただきます、協力体制組まなきゃ遠のく再生、我らミスでのシステム、ピンがやっぱ国産、まだまだチャレンジ、メイディンジャペン、エンジンかかるエンディングな、高めていく先人からの畜種と公衆、コメラブコール、人と人つなぎ合うロープ、誇りと皆の生命線と価値を守る JA ゼノ。さあ、第5エンド点差がちょっと縮まりましたよ、はい、あと2エンドなんですけれども、ですね、早いですね、この2エンドの組み立てちょっと注目ですね、うん、この試合で初めて東京都協会が先行になりました。こういうことって意識されることですか？先行ですか？先行後攻でこの試合、今この入れ替わって初めて先行、しかも我々長く後攻で投げてましたよね、東京都協会は、はい、こういうことってどうしよう、選手の立場って意識されるところなのかどうか。意識はしてると思います、はい、先行、今までの攻め方、はい、とはちょっと変わってくるので、うん、切り替えみたいな感じになるんですか、気持ち的には。そうですね、自分たちの作戦というのがあると思うので、はい、
専攻の時はこういうふうにしよう、高校の時はこうっていうところがやっぱり切り替えが選手の中であると思います。それは青森 CA も同じですよね。はいはい、この試合初めての高校、東京都協会1点取りましたんで、これがぜん盛り上がってきましたね。はい、ちょっとこれはわからないですよねまだまだ、はい、ただあと2エンドなので、やっぱり東京都協会の方は2エンドでどれだけこう詰めて、そして点を取れるか、で逆に青森 CA の方はこの2点差、はい、でまた今高校を持ってどれだけ点数を取って、話すことができるかっていうのが重要になってきますね、リードの三上博人の2投目です。青森 CA、 これ構えてるところから意図分かりますか。あ、ドローですね。はい、もう赤の、はい、ストーンは確かにナンバーワンであるんですけれども、はい、それは関係なく複数点を狙っていくっていうような作戦を取ってますね、うん、自分たちの石ある逆側の方に置いていきたい、うん、ただちょっと長いのか、奥まで行きました、はい、でもこれも悪くないです、はい、うんうん、本当にあの言葉の通りで悪くないです、うん、むしろハウスに入ってたのが良かったっていう。中に入っているはその2点目のタイムになるわけですね。そうですね、複数点を取るチャンスにつながる可能性はありますね、中村ゆずきのストーンですけれども、急激に今落ちてき、あのスピードが落ちましたね、はい、センターラインガードの形になりました。これどうです、もう少しカールする、曲がると良かったですね、はい、ただ青森の方は前を狙ってきますね、はい、後ろも狙っているような指示の仕方をしてましたけど、先ほどのちょっと幅広く可能性を示すわけですね、はい、前開けるだけでもいいけど、はい、まあ、できれば後ろもダブルで狙っていけたらいいなっていうような指示ですね。さあ、まず前に当たるのゴール、前を払いました。おっと、その脇の赤に当たった。うんうん、これ綺麗になりましたよね、うん、あ、なるほど、前に石がない。はい、高校を持っているのは青森 CA なので、はいはい、前を開けることによって最後に自分の通り道ができたという意味ではすごく良かったですよね、うんうん、東京都協会の方は、はい、もう一度ドローを狙ってきますね、うん、中村ゆずき、中村がこうじーっとストーンを見ている姿、先ほどからずっとついてるんですけど、いいですねそうですね、後ろの方で見てますよね、はい、ちゃんとラインも見ながら、うん、さあ頑張って入っていけるか、うん、同じような位置ではありますが、そうですね、またこれ前から打ってくるんじゃないですかね、うんうん、今ハウスの中のイシスとストーンの位置関係を確認しています。今やり取りの中で、はい、それは最後にやればいいよねっていうようなやり取りがありましたけど、中の石はどうにでもなるので、まずは割るか、割るというのはこれ前のガードを外すことですね。そうですね、はい、
て後ろもずらした、後ろもずらしました、うん、確かにずれたんですけれども自分の石が真ん中に残ってしまったんですよね、センターのところに。せっかく赤はどかしたんですけれども ね、あそこにあった。なのでこれはあまり自分たちの思ってるようなショットではなかったかな。ただ赤がずれた、ハウスの中に入っている青赤がずれたことによって、はい、これダブルを狙うっていうのもこの後できるようですね。先に中を狙ってきますか、東京都協会。ドローで来ましたね、うん、そのガードの裏に回り込むような、はい、横を越えてきた。さあ中止まるところ、あ裏を取ってきました。ランバックっていう言葉が聞こえましたよ、はい、それはあの確か難しいやつ、ね、そうですね、前の石を使って、はい、ハウスの中に入っている石を飛ばすショットですね。でもこの青森 CA はそのテイクショットが得意だと思うので、はい、うん、こういった練習もたくさんしてるんじゃないかなと思いますね。ですからある程度自信があるかどうかっていうところも当然戦略には関係してきますよね。そうですね、自分たち の得意なショットっていうのを選んできますよね。ちょっと注目したいですね、うん、このショット。今度は難しいことをやらなければいけないのかもしれません、青森 CA。エースが来る。ちょっと開いてしまった感じ。あ、来てますかね。いいですね。後ろを取った、うん。ナイスショットです。いいショット来ましたね。来ましたね。はい、さあ、三上博人も本当に嬉しそうに仲間とタッチを交わしました。綺麗に決まりましたね、しかし。そうですね。とても石の速さも良かったんで、うん、ちょっと外に膨らんでしまったような投げ方だったんですけれども、はい、少し待ったことによってぐっと曲がってきていいショットにつながりますよ。それはどうですか、ね、投げた後の判断も的確だったってことになりますか。そうですね、コールも良かったですし、うん、スイーパーもしっかりとジャッジができてたんじゃないかなと。先ほどの話で、ね、話した後も大事、はい、投げてもね。さあこれも中に来た、中に食い込んでくる、中に食い込んでくる、うん、いや東京都協会もどうですか、少し決まり始めたんじゃないですか。そうですね、これ両チームとも何かこう、うん、なんでしょうね、スイッチが入ったというか、パッとねこのエンド、まあ、あと2エンドなんですけど、ええ、ちょっと今あと2エンドでゲームが終わるのが惜しい感じがするプレーが続いてます。そうですね、きっと選手たちもまだまだやりたいなって思ってるんじゃないですかね、うん、はい、普段はこの大人 と、対戦をするっていうことが多いと思うんですね、チームも。でそういった場合8エンドだったりっていう10エンドだったりっていうゲームをしてると思うんですけれども、うん、今回ちょっと短いですからね、はい、この大会は。もうストーンを追いかけるだけになりました。この位置関係、はい、今最後のスイープがちょっと効いたかもしれないですね。曲げ曲げ曲げって言いながら、はい、そしてスイープした、はい、どんな風に効いてますか。ですね、これ赤と赤の前に青が、はい、ありますね、ありますね、止まりました、ついたような感じです、はい、あれどこに当てても、はい、赤はその延長線上に赤は飛んでいくんですね。並ぶ角度が大事だったんですかね。そうですね、くっつける角度ですね、はい、でその延長線上に自分たちのナンバーワンのストーンがない
ようにしたいがためにあの角度にくっつけたような感じです。あ、なるほど、これ角度違う方向いてますね、並び方がね。もうちょっと外側にくっついていたら、はい、自分たちの石に飛んできてしまうんですよね、うんうん、当てたら。もうなので多分これ違う方から何か狙ってますね、東京都協会は。そうですね、逆のサイドから、狙ってきますが、ドローで、はい、ですね、ドローですね、うん、さあ、 あと2投ずつ宮本後ろへ行きました。もったいないですね。あ、今どうですか、スイーパーとハウスの側とちょっと思ってること違ってました。どうなんでしょう。そうですね、あのやり取りはしてたんですけど、やり取りしてましたね、かなり激しくやり取りしてましたよ。そうですね、なんですがそこのところがちょっ と、合わなかった。うん、まあ、思ってる以上に伸びてたっていうのもあったと思いますね。惜しかったですね、今の。ちょっと今スイーパー落ちてるって言っても聞こえましたから。そうですね、ちょっと厳しいのかなっていうイメージもあったんですね、はい、でもハウスに入ってから全然伸びましたもんね。あの止まらなかったっていうのは。なるほど、思いましたね。さあ、青森 CA です。今度は青森の方は、はい、同じラインを使ってですね、はい、東京と、はい、2番か3番あたりにガードが切ったような気がしました。そうですね、あの今ナンバーワンのストーンが相手が出せないから、はい、うんうん、だから塞いでしまえば今のラインを、東京が投げたラインを塞いでしまったら、はい、同じことができなくするわけですね。そうですね、ガードを置いて、はい、通る道を塞いでしまう。もし長ければちょっとハウスに入れてっていうことでもいいと思いますね。ちょっと曲がってるけど、さあ止まった位置、うん、ナイスショットです。よく言えばもうちょっと外側にあると、あ、東京都協会が通る道っていうのがなかったんですけれどもね、はい、まだありそうですか。まだありますね、うん、あの今置いたストーンのをかわしながら、はい、ハウスの中心に向かって投げていくような、うん、最後の一投です。ここしっかりと入れてお行きたいですね、はい、逆に入れるとこれ形勢逆転しますか。でただあのナンバーワンのストーンを出すことはできないので、はい、1点取る、はい、で先行ですから、うんうん、ナンバーワンにしたいですね、自分の石を。じゃないと青森の方がここで1点取るとちょっと点差的に難しくなってくると思うんですよ、東京の方は。なのですごく重要なショットですね、この一投っていうのは。この声曲がってくる、曲がってくる、止まった位置。うん、ちょっと早かったですね、近いところに行ったんですけれどもね。そうですね、
なんか打ちそうな感じですか？違うか。最初そんな感じもあったんですけれども、はい、ドローですね。ドローで、はい、今こう2つ並んでる赤を壁として使う意味で、ちょっと早めに投げていこうっていう指示ですね。その赤の手前に例えばちょっとコツンっていって止まれば、これ2点になりますか？そうですね、2点になりますね。なので短いのはダメ。後ろにストッパーみたいな、うんうん、あの壁があるので、はいはい、あれに当てるぐらいちょっと早めでもいいよねっていう、先ほどの、うんうん、でもいいよね、いいよねっていうことですよね。あ、なるほど、ちょっと強めに来てます、はい、ここからはスイーパーの、来ました、うん、青2点、ナイスショットです。青森 CA2 点を追加しました。5対1、いよいよ最終第6エンドです。青森 CA がリードして、さて最終エンド、今度は東京都協会が後攻。今のショットとてもよくできてましたね、はい、あの青森の方も、はい、さっきの少し早くてもいいよって言ってたのが、まあ、ちょっと早めでした。本当に早めでした。本当に早めでしたね。そうですね、うんうん、ちょっとテイク気味な感じではあったんですけれども、意識しながら投げてるっていうところが、ここが大事ですね。だからこれ今今日ご覧いただいている試合のテーマで、でもいいよは魔法の言葉ですね。そうですね、ちょっと気持ちが楽になる、うん、早い方がいいのか遅い方がいいのかっていうのも、はい、ありますよね。あの、はっきり意識しながら行動することができますね。でもいいよがあるために。そうですね、ドローの指示なんだけど、はい、前でもいいよっていうふうに、まあ、よく言うんですけれども、はい、前でもいいよ、あ、そっか、ドローなんだけどちょっと弱めでいいんだとか、ドローでいいよ、後ろでもいいからね、はい、って言ったときは、あ、ちょっと強くていいんだっていう幅が広がりますよね、ピンポイントではなくって。あの、こうじゃなきゃいけないと思うとなかなかそうはならないですから。そうなんです、気持ち的にもちょっと追い込まれてきますよね、はい、1点だけっていうふうに言われるとやっぱり難しくなりますよね。幅があるから気持ちも楽になるし、実際その幅の中に入っていれば OK なので前を向ける。東京都協会松浦麻里奈が投げたストーンですけれども、止まりますかどうか、ちょっと止まれないか、止まりそうにありません。青森 CA はね、もう石いらないんで、あのスルーしたんですけれども、お付き合いをしてしまいました。青森の方はここはクリーン、はい、もう綺麗にしていて大量点を取られないような、うん、状態にしておきたい。逆に東京都協会はもう石をごちゃごちゃと置いていきたいんだけれども、はい、ま、しっかりと前に置くっていうことも大事ですよね。粘りたいですね、東京都協会はね。そうですね、最後までしっかりと、うん、松浦麻里奈です。まだこれ石をごちゃごちゃと乗せて、はい、で4点差ですから、4点取って追いつくっていうのは、持ち玉があるので、私たち、はい、皆さんの方で、どちらにも同じ数だけ石を持っているので点数の可能性ではあるので、はい、ここは諦めないっていうのは、選手たち思ってほしいですよね、うん、ハウスに入ったような、はい、あ、ここでゲームが終わりました。優勝は青森 CA です。
やり遂げましたね青森 CA。 そうですね、しっかりとやっぱり予選から本当に安定しているっていうところが、はい、これ決勝までしっかりとやりきったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ちょっとまあ、少し幅広く昨日今日の、ね、大会全体をそれぞれのチームを振り返りたいんですが、青森 CA いくつか今のお話要素ありますね。こういうことができていたからやはりその安定感であったり強さであったりどんなことが挙げられますか。そうですね、まずはコミュニケーションがしっかり取れてた、最初から最後まで声が出てましたし、うん、はい、集中していたのかなっていうふうに思います。その声は本当に今ゲームの中でも際立っていましたね。そうですね、大きさもさることながらなんていうんですか、量、ボリューム、はい、ボリュームじゃ音量になっちゃうか、言葉数、交わしている会話の数、はい、だいぶ多いですよね。多いですね、しっかりと話ができているんじゃないかなというふうに思います、はい、一方の東京都協会、残念でしたけれども今終盤にあった見せ場はなかなか見どころがありました、ね、見応えがありましたよ。そうですね、はい、ちょっとやっぱり技術的に、はい、もしかしてこう専用リンクで練習している青森と東京の方が専用リンクがなくてアイスアリーナで練習をしている、まあ、練習の数も少ない中でも、うん、ここまで来れたっていうのはすごいな、はい、私もちょっとそれは思ってもいなかったことだったので、うん、ここまで来れたことっていうのは嬉しく思いますね。これ普段からご覧になってますからこのチームのことを分かるところもあると思うんですが、今回どんなことができてたなっていう言えることありますか。はい、これ大会に入る前に少しちょっと感じていたんですけれども、はい、選手たちの意識が変わったなっていうふうに思ったんです。意識ですか、はい、うん、でそれがチームという意識を持って行動してくれてるなっていうふうに思ったので、一人一人のプレイヤーというよりもチームであるという意識、はい、そこはガラッと変わったタイミングだったのかなっていうので、その大会に入るのにはすごいいい入り方ができたからこそ予選で勝つことができたのかなっていうふうに思います。ゲームにも現れてましたね、その意識が一つ一つのプレーとして。そうですね、うん、ただやっぱり青森 CA は本当にしっかりとテイクショットを決めたり、はい、ドローであっても決めていたので、いい試合をしてくれたなっていうふうに思いますね。まあ、冒頭でも申し上げたんですけれども、小学校4年生の時からねずっとこう一緒でやってきているということ、まあ自身も意識してるんでこれプロフィールにも書いてあるわけなんですけれども、やはりそういったことのなんて言いますかね、かけがえのなさ、普段人間関係でもそうなんですけれども、カーリングの場合余計にそれありでしょうかね。そうですね、長くなればなるほど一緒にやってきて、うん、こう目指すところがあって、それに向かってっていうところを今までやってきたんだと思うので、いいチームになってますよね、今後が楽しみだなっていうふうに思います。しかも継続性がありますから、昨年残念ながら、まあ、彼ら悔しかったでしょう、準優勝、そして2回目、昨年の中で今年2回目、まあ、ついに優勝というところ、こういう歩みも特に若い選手にとっては大きいものがありましょうね。そうですね、絶対試合なので大会、うん、勝負事なので、どちらかのチームが勝つか勝つで、どちらかのチームが負けるっていう風になってしまいますよね、うん、でも勝ったチームはそれは自信にはつながるし、負けたチームっていうのはやっぱり悔しい、上手くなりたいっていう風に思うからこそまた上達していくっていうのが去年から青森はつながって、今年結果を出すことができたのかなっていう風に思います。ぜひこれまた目指している皆さん方もそういった姿を何かつかめるところきっとあると思うんですよね。はい、そうですね、そういった悔しさっていうのをつなげて次につなげるっていうので、今回東京都協会の方が、はい、負けましたけれども、うん、きっと悔しい思いもしていると思うんですね、選手たちもここまで来ましたしね。そうですね、最初この決勝に出られるっていうことで、はい、すごい喜んでいるんですけれども、やっぱり試合やってみてきっと悔しかったと思いますね、うん、でこれが次につながって、もっと上手くなりたい、頑張りたいっていうふうに思って練習をしてもらえるといいなと思います。一人は万人のために、万人は一人のために、かける架け橋が理想、伝統を誠実に解放、一人
戻そう日本のいいところまるで初恋の鼓動風景それは世界で絶対有名苗を植える雨風に耐える稲穂は実るほど神戸を垂れる6000年前から続いたレール日本人は毎日米を食べる水害を阻み生き物を育み人の心に安らぎをもたらす自分でやれる力を持ったはず日本の可能性を耕す俺は知ってるヤゴにゲンゴロウ次世代に見せたいハッピーエンドロールだの黒歩きゃそのただいまより第2回全農全日本中学生カーリング選手権大会の表彰式並びに閉会式を開会いたします。第3位チームの表彰です。岩手 CA の皆様はバックパネルの前にお並びください。第3位の岩手 CA には副賞として今大会に特別協賛をいただいております JA 全農より新潟県産米新之助25キロと新潟和牛5キロが贈呈されます。準優勝チームの表彰です。東京都協会の皆様はバックパネルの前にお並びください。準優勝の東京都協会には副賞として新潟県産米新之助50キロと新潟和牛5キロが贈呈されます。優勝チームの表彰です。青森 CA の皆様はバックパネルの前にお並びください。優勝の青森 CA には副賞として新潟県産米新之助100キロと新潟和牛5キロが贈呈されます。成長できたところは個人でショットの正確さもそうなんですけどコミュニケーションでみんなで一丸となって戦うっていうのを誰かがミスしたら誰かが成功してカバーするみたいなのを徹底して頑張りました。日々の練習でまず自分の直すべきところとか試合とかで足りなかった部分を振り返ってそこを直すように考えながら練習をすることを意識していました。日々の練習ではチームの中でお互いに教え合ったり励まし合ったりしながら1分1秒を大切に練習しました。ラインを正確にしたり、ドローのウェイトのスピードもしっかりすることをいっぱい練習しました。今日の試合ではチーム全員がしっかり声を出し一つになって戦えたのでよかったと思います。個人として直すところ、チームで直すところをしっかり直し、次のもっと大きな大会に出場していきたいと思います。決勝戦では1エンド目に、3点スチールすることができてそこから、余裕ができて試合展開も良くなっていって優勝することができたので良かったです。今後の目標は日本ジュニアに出ていい成績を残すことです。今後の目標は、日本ジュニア、優勝することです。日本の贅沢式ある生活大地の恵みがもたらすフレーバーこの食生活未来の計画持続可能実現するのがテーマいただきます声が聞こえ
しょう、今ここまでご覧くださった見て楽しむ立場の皆さん方にとってはどうでしょう、どんなところを強調しておきたいところはありますか。そうですね、この中学生の今回の大会で、はい、活躍した選手たちの皆さんをこう名前と顔を覚えてほしいなっていうふうに思いますね、はい、この選手たちが必ず今後活躍してくると思いますし、この中から何人オリンピアンがオリンピックに出られる選手っていうのが出るか、はい、まあ、必ずいると思うので、期待してもらいたいなっていうふうに思います。大沢さんの立場としても自分の姿を追いかけてくる若い選手が増えてきてほしいですよね。そうですね、それもありますし、ありますし、今度この中学生を目指す子どもたち、はい、小学生、小学生っていうのが現れるっていうのがいいですよね、うん、そうやってつながるっていうことになるのかなっていうふうに思います。今きっとこの配信はね、小学生の皆さんもご覧になっていると思うので、きっと何かを掴んでいただけたんじゃないかと思います。ぜひとも今日ご覧いただいたこの決勝戦、青森 CA と東京都協会のゲーム、まあ、これ一つね、ここから何かを感じて、プレーされる方もそうです、ご覧になる方もそうです、感じてね、また次のカーリングシーンで、プレーに出したり、あとは全力で選手を応援したりしていただければいいのかなという感じもします。今回の第2回全農全日本中学生カーリング選手権大会、青森 CA が見事優勝となりました。決勝戦の模様をここまでお伝えしてまいりました。解説をいただきましたのは1998年長野オリンピックでカーリング日本代表として出場されました大沢明美さんでした。大沢さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。実況担当は坂田博明でした。それでは皆さん、また次のカーリングシーンでお目にかかりましょう。さよなら。